ミステル・ニエブラはメキシコのプロレースラー。メキシコシティ出身。1990年11月11日にチャマコ・アウダースのリングネームでデビュー。エルプ・ピロ、エル・マルケス、バットマン、シャドウ、ドスミル、チコ・ベロスなどのリングネームの変遷を経て1992年3月24日から現在のリングネームミステル・ニエベスを用いるようになった。90年代に CMLL 入り。90年代は CMLL のタッグやトリオの王座をダッシュ。主にテクニコとして活躍。1996年には i w ジャパンに来日。1998年にアイグに在籍したが、1999年の CMLL66 周年記念の興行で、再び参戦。2003年4月にはマスカラーニョドスミルを破り、 CMLL 世界ヘビー級王座をダッシュ。2004年10月に、ウニベルソドスミルに敗れるまで5度の防衛をした。2007年に、ライバルのトリプル A 入り。ロスバイパースのメンバーで、ルードとして活躍。2008年からは、再び、CMLL に戻り、ラペステネグラのメンバー入り。だが、長年重度のアルコール依存症に悩まされており、何度か重大なミスを犯すようになった。 2015年1月18日に、後楽園ホールで模様された新日本プロレス主催のファンタスティカマニアに無断欠場。ホテルで泥酔状態になっているのが発見され、そのまま入院し、以降のツアーを休業した。新日本プロレスは、医療費を CMLL に請求し、激怒した CMLL によって一旦解雇された。 さらに2018年8月には、低水状態のままメインイベントに登場し、リングにも登れず転げ落ちる失態を演じた。試合は激怒した対戦相手のボラドールジュニアによって、マスクを剥がされ反則裁定に終わり、CMLL は禁止処分を言い渡した。ニエブラはファンに謝罪するとともに、自身の依存症を公表した。2019年3月まで経て、長期休業を経て、 その年10月まで現役で活動した。だが、10月28日に SNS に右膝の古傷が原因による血液感染症にかかり入院したことが告知。そのまま治癒することなく12月23日に死去した。46歳没。ありがとうございます。